サッカーブラジル代表、サッカーブラジル代表は、ブラジルサッカー連盟によって編成される、ブラジルの男子サッカーのナショナルチーム、FIFA フフワールドカップにおいて、唯一、2018年大会までの21、大会すべてにおいて、本大会出場を果たしており、単独最多となるほどの優勝経験を有する世界を代表するサッカー大国でもある。 ワールドカップ優勝国の中では、スペインと同様に、地元開催での優勝経験がない。コパアメリカでは8回優勝している。これは、15回のウルグアイ、14回のアルゼンチンに、続いて3番目に多い回数である。フィファランキングで1位になった経験を持つ8チームの、うちの1つでもある。チームカラーは、カナリア色、黄色、青、緑、白で、これは、 ブラジルの国旗から取られている。相性はチームカラーよりカナリア。また、ブラジルの公用語であるブラジル・ポルトガル語でナショナルチームのことをセレサンと言うが、ヨーロッパ・ポルトガル語ではスレソンと言い,い、綴りは同じながら発音が異なるため、日本語ではセレソンだけでブラジル代表を想起させることが多い。最多ジ合出場は、カフーの142試合、 最多得点はペレの77得点。ブラジル国内での試合開催はワールドカップ地区予選、アルゼンチンとの国際親善試合、スーペルクラシコ以外では年1回の国際親善試合に限られている。それ以外はヨーロッパを中心にアウェー中立国で親善試合を開催する。1914年。 リオデジャネイロ州とサンパウロ州の合同選抜チームがイングランドのエクセターシティ FC と対戦したのがブラジル代表の最初の対外試合であると言われている。試合結果については2から0でブラジルの勝利であったとするものと3から3の引き分けであったとするものとがいずれも複数存在しており正確な情報は不明である。初期のブラジル代表は常に 世界トップレベルにある現状とはほど遠く、ブラジルサッカー連盟内部でのプロ化に関する意見の不一致による内部紛争などの影響で代表チームの編成も不安定な状況にあった。南米選手権、現在のコパアメリカでは1919 19年、1922年に優勝したものの、1920年にチリのビニアデルマールで開かれた南米選手権では、うるアいに、 2014年現在も最多得失点差での敗戦記録として残る例から6の大敗を期している。また、第一次世界大戦の影響もあるが先日のエクセターシティ FC との対戦以降、欧州チームとの対戦は1928年、スコットランドのマザーウェル FC との試合までなかった。ウルグアイで開催された第1回 FIFA ワールドカップに出場し、 グループに初戦のユーゴスラビア戦に1-2で敗れ、続く、ボリビア戦には4-0で勝利したものの、グループリーグ敗退となった。1934年には、イタリア王国で開催された 1934FIFA、ワールドカップ初戦のスペイン戦に1-3で敗れ、早々に敗退、その足で向かったアウェイの親善試合、ユーゴスラビア戦で2014年現在も、 ブラジル代表の公式試合最多視点記録として残る4から8の大敗を期している。1938FIFA ワールドカップでは初めて準決勝まで進出するも優勝したイタリアに1のに敗れ3位決定戦でスウェーデンに勝利し3位となっている。ブラジルにとってワールドカップ優勝を狙える最初の機会は 南米選手権で27年ぶりに優勝した1949年の翌年、自国で開催された1950年大会であった。1次リーグを2勝1分で突破すると、2次リーグでもスウェーデンに7-1、スペインに6-1と対場し、この大会の事実上の決勝となったリオデジャネイロのマラガナンスタジアムでのウルグアイとの次ラウンド最終戦に臨んだ。しかし、 引き分けでも優勝だったにもかかわらず逆転負けを喫し、初優勝を逃した。これはマラカナンの悲劇と呼ばれている。初優勝は1958年スウェーデン大会で、決勝で地元のスウェーデンを5の2で破った。これは南アメリカのチームがヨーロッパで開催されたワールドカップで優勝したただ一つの例である。1970年メキシコ大会では、 ペレヒキール・ブラジルは3度目の優勝を果たし、ジュールリムハイを永久保持することとなった。1982年スペイン大会のジーコ、ソクラテス、ファルカン、トニーニョセレーゾの4選手が形成した中盤は黄金のカルテットと呼ばれ、ブラジルサッカー史上最もファンを魅了したチームとされたが、結果的には2次リーグ敗退している。ブラジルでは、この2次リーグのイタリア戦を、 サリアの悲劇と呼んでいる。1994FIFA ワールドカップでは、決勝でも決着がつかず、PK 戦の末に、ロベルト・バッチョラを要するイタリアに3-2で勝利し4度目の優勝を飾った。1998FIFA ワールドカップでも2大会連続で決勝に進出したが、ジネディーヌ・ジダンラを要する、開催国のフランスの前に0-3で敗れ、連覇はならなかった。 2002年日韓大会では、南米予選で苦戦し、本大会出場すら危ないほどだった。それを引きずるかのように、本大会初戦のトルコ戦でも、先制点を許してしまうが、なんとか2から1で逆転した。しかしその後は、ロナウド、リバウド、ロナウジーニョら攻撃陣が機能し、全勝で決勝まで勝ち上がった。決勝の相手はそれまで、ワールドカップで対戦したことのなかった。 もう一つのサッカー大国、オリバー・カーンラを擁するドイツだった。これを、ロナウドの2ゴールにより2から0で制し、ワールドカップ最多優勝記録を5に伸ばした。2006年ドイツ大会では、前回大会とは、対照的に南米予選を1位で通過した。黄金のカルテットになぞらえて、カルテットマジコ、魔法の4人組と呼ばれたロナウド、ロナウジーニョ、カカ、 アドリアーノの4人による前線を要し、優勝候補の大本命とみなされていた。特にロナウジーニョへの期待が高く、この大会は、ロナウジーニョの大会になるだろうとのもあった。しかし、準々決勝で8年前のフランス大会の決勝で、敗れたフランスと、当たり1の0で落とし、連覇及び、当時史上初となった4大会連続ベスト4を、逃した。 2010年南アフリカ大会南米予選では開始早々から好調を維持していた。2009年9月5日、敵地でのタイアルゼンチン戦を3-1で勝利し、3試合を残しながら南米勢のトップを切って本大会出場が決した。これで第1回1930年ウルグアイ大会からの連続本大会出場記録が19に伸びた。本大会では 順当に勝ち上がるが、準々決勝でオランダと対戦し1から2で、逆転負けを喫した。翌年のコパアメリカ2011では3連覇を狙った。ものの、準々決勝でパラグアイと対戦して押し込みながらも、ゴールを奪えず、PK 戦の末に敗れた。2014年大会は開催国として、予選免除での本大会出場、ちょうど20度目の出場となった。 エースのネイマールを中心にチームは勝ち進んだもののベスト4を争った準々決勝のコロンビア戦では勝利をめながらチームの核であるネイマールがコロンビアのフアンスニガと衝突した際に腰痛を負傷しそれ以後の試合は絶望となったまたキャプテンでセンターバックのチアゴシウバもイエローカードをもらい事前累積により出場停止となった決勝進出をかけた 準決勝のドイツ戦では、前半に5失点を喫するなど1から7と大敗を喫した。これは3大会ぶりの決勝進出を逃しただけでなく、ワールドカップの決勝トーナメント史上初の7、失点という記録も残した。この敗戦は、マラカナンの悲劇にちなんで、ミネーロンの惨劇、ベロオリゾンテの惨劇など、と呼ばれている。 前回大会の準々決勝で敗れたオランダとの3位、決定戦でも0から3と敗れ、10大会ぶり2度目の4位に終わった。南米大陸開催の FIFA フフワールドカップで開催国が3位以内に進出できなかった初の例となった。また、11得点に対し14失点、出場した大会中、ワースト記録と1966年イングランド、大会以来11大会ぶりに、 失点数が得点数を上回った。2018年ロシア大会南米予選では、ネイマールの不在により、序盤6試合は2勝しかできず、予選敗退ゾーンの6位まで転落したがその後は2016年、リオデジャネイロオリンピックで優勝するなどムードをくすると、同時に一気に8連勝し、ワールドカップ地区予選通過第1号で、本大会出場を決めると同時に連続本大会。 出場記録が21にも伸びた。本大会ではグループ E に入り、初戦のスイス戦では1-1のドローとなったが、2戦目のコスタリカ戦では、後半のアディショナルタイムにコーチーニョ、ネイマールがゴールを決めにカラレーで勝利を収めた。3戦目のセルビア戦でも2-0、迎えた決勝トーナメント1回戦のメキシコ戦でも2-0で勝利した。 準決勝をかけて戦った、準々決勝の対ベルギー戦では、前半の13分にフェルナンジーニョがオーオンゴール許すと、31分にケビン・デブライネにゴールを決められた。後半の76分にレナとアウグストのゴールで一手を返したが、反撃もここまででベスト8で敗退となった。なお、1970年大会と2002年大会では、 全試合90分以内での全勝優勝という、快挙も達成している。他は1930年大会の全4試合だった、ウルグアイのみ。中でも、1970年大会は、南米予選でも6試合で全勝している。予選、本大会を通じての全勝優勝は、それが大会史上唯一である。地元開催で優勝を期待されていた2014年大会では、 準決勝でドイツに1の7と惨敗したことで代表メンバーやルイス・フェリペス・コラーリ監督への非難の声が相次ぎ起こった一部のファンが暴徒化してバスが燃やされたり商品が略奪されるなどの事態となった詳細はミネーロンの惨劇を参照。1992年大会以降の成績は U-23 サッカーブラジル代表オリンピックの成績を参照。 と書かれた横断幕を選手たちの手で掲げ4度目の優勝を捧げた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。